義母先生ツー。チンクンテンクンマンチンカンくれたりするね義母和也。義母先生の皆さん、はいさい。さあ今週はですね、花ぬかじまやそしてじんじんという2曲、沖縄の歌を深掘り、してみたいと思いますけども、動画もね出しました。そして皆様、こちらもですね、義母レール、モノレールの駅メロ企画で登場している2曲になります。そうですね、改めて動画も出してますんでよかったらね、演奏の動画を見てみてほしいんですけども、花ぬかじまやは赤峰駅かな、そしてじんじんという曲は大野山公園駅で流れていたと思います。まずはじんじんの説明からいきましょう。じんじんというのはホタルのことですね。まあどちらかというとね、沖縄ではこれ子供たちが歌うような、まあそのホタル恋みたいな感じの歌詞が出てきます。そして花ぬかじまや、かじまやというのは風車ですね。花ぬかじまやすりかじちりきみぐる、まあその歌詞はね、解説にもありましたけども、風車が回ってますよという歌詞なんかが出ますけども、まあ、この曲は、まあ、この曲も同様なんですけど、この曲はエイサーのね、沖縄の夏の、エイサーの曲としても使われることもあったりします。非常にねポピュラーな2曲なんですけども、まあ、ちょっと演奏動画だけでね、まだ義母レールでも出していなかったので、今回ちょっと演奏動画とそして歌詞も、曲もレポートしてみました。実際ねモノレールの駅に行ったらこれちゃんと流れてますんで、聞いてみてください。今週はじんじん、そして花ぬかじまやを深掘りしていました。義母先生でした。また来週。